私の知り合いの中に早めにやらなければと思いつつも先延ばしして仕事を抱え込んで時間に余裕がなくなって、何から手をつけてよいのかわからなくなってしまうということを繰り返しているように見える人がいます。小さな仕事も溜め込んでしまうのでより時間がかかってしまっています。その知人がもっと効率よく仕事を進められるようにするにはどのようにアドバイスすればよいでしょうか。こういった知人をお持ちの方のご質問なんですが、この質問についてちょっと事前にスタッフと話したときに、この質問というのはよくそのネットとかにもたくさん出てくる質問だと、そういう上司部下の関係の上司が悩んでることが結構あるんだって話を聞きました。でどうもこれも仕事ですから上司部下の関係ないしはその同僚の関係のようですね、家族関係のようではないですからね。ただですね、この質問はですね、この質問自体がですね、その状況を正しく認識しているのかどうか分かんないなと思うところがいくつかあるわけです。まずこの質問では何ていうのかな、早めにやれなければと思いつつも先延ばしにしてって言ってますか。早めにやらなければいけないと思いつつ先延ばしにすることなんて本当はないわけです。やっぱり先延ばしにしたいという気持ちが早めにやらなければならないという気持ちに勝ってしまっているということですよね。だからまあ上司の人でこれやっといてね、で遅れないようにしといてねって言って、その後何もしなければその一日終わった時にまた遅らしたのかって話に必ずなっちゃう。その人は自分一人では基本的にその人が先延ばしするわけですから、先延ばしにする人は先延ばしにしたいわけです。要するに早めにやるっていう気持ちもどっかにあるけど、先延ばししたいって気持ちに負けてしまってるっていうか、そっちの方が強いんですよね。だからここのとこを見逃すわけにはいかないっていうことです。で上司部下だったらばどうしたらいいか、そしたら要するに自分が力添えしてやるってことになると思うんですね。こういった場合、一つにはそのもうちょっときめ細かくですね、その人の仕事を管理してあげるってことでしょうか。まあ、例えば一日最初に指示しておいて、で結果の報告を最後に聞くんじゃなくて、中間に何度か連絡を入れてですね、進行状況を聞くとか、そういう時は先延ばしにする人は必ずですね、最初の予定とは違ってその3時間後聞いてみると、それやってなくて先延ばしにする方向に何かの理屈とともにですね動いちゃってる時は、でそこで助けてやってこうやりなさいっていうふうに言ったら、まあ戻っていく可能性はあるなと思います。まあ、家族関係なんかだとね、そういうことしやすいかもしれないけど、その仕事の関係で同僚との関係だとなんかあまり監視管理してるような感じでできないかもしれませんが、まあ、上司だったらやっぱそれはやらないといけないかなと思うんですよね。まあ、その人の実情をよく知って、その人が自分自身でその後回しにしないことができるか、そして自分はそれができないっていうことをその認識し損なって、いつも最初に口で言うだけで、でできなかった後に批判するだけの繰り返しをしてないかっていうことは気をつけないといけないと思います。相手がどのぐらいのことができるのかできないのかですね、そうじゃないとずっとこれがこう空回り空回りで、で本人は言い訳をし、そして上司の人は不満を持ち、それだけずっと終わる。でその次のこともちょっと心配なんですが、仕事を抱え込んで時間に余裕がなくなり、何かに手をつけてよいか分からなくなっているように見える人がいますね。でこれもですね、これが本当であればですね、なんでこれが繰り返されるのかってことですよね。早くやらなければならないことを後回しにしているうちにいつもこんなに悲惨になるということが本人が自覚していれば、今度はそうしないようにしようと思うはずなんですよね。だけど繰り返し繰り返しこれやってるわけですよね。だから仕事を抱え込んで時間に余裕がなくなり、何かに手をつけてよいのか分からなくなっているように見えると、この上司の方が言うのは、そういうことをその部下の方から聞いてる、同僚の方から聞いてるかもしれないけど、それは単なる言い訳で、後回しにしてしまった結果としてどうなってるか分かんないっていうことによって、さらにまた後回しにしてしまう、そういうパターンに陥ってないかな、まあ私の経験上そう思うところがあるんですね。つまり皆さんへの言い訳として、その仕事がいっぱいになっちゃってもうどうしようもないですっていうふうに言ってて、言ってるんだけど、でも実のところはやっぱりその嫌なことは後回しにしたいっていう気持ちが中心にあって、
でそれをそのまま表現すれば批判されるから、あそれに対してもうあの仕事がいっぱいでいっぱいいっぱいですっていうふうに言い訳をしてるっていうか、本人が本当に自分のことを考えたらですよ、そんな言い訳するんじゃなくって、その次回からちゃんとその後回しにするべきでないものを後回しにしないようにしなくちゃいけないんだけど、そういうなんていうのかな、後回しにして仕事がいっぱいになったって言って、でまた後回しにして仕事がいっぱいになったっていう時の仕事がいっぱいになったっていうのは、私を批判しないねでという、その思いから来ているような話ではないかなと思う。本当にそれが悪いと思ってたら次回治るはずだけど、それを本当に悪いと思って言ってるんじゃなくって、そのまあ今こういう大変な状態なんでもうダメですっていうことで分かってもらいたいと思って言ってるだけで、本当に反省してないんじゃないかってことですね。だからその人は何ができるのか、そして本当に反省してるのか、そういったことを把握しないと、まあ今みたいな質問になる、今みたいな質問っていうのはあるんじゃない、表面的な質問になってしまう。その人はもしかするとやっぱりその先延ばしにしたいから先延ばしにしてるんであって、その後その仕事が積もってしまっていっぱいいっぱいになってるって言うけど、それは私への言い訳として同情を買うために、批判厳しくされないために言ってるだけなんじゃないかっていうことですね。そういう視点でも物を見ないといけないと思います。そうじゃないとあんまり、ね、同じように繰り返さないと思うんですね。で、そういうふうに、考えたらですね、もうちょっとそのそういう人たちを全導するためには深い知恵、これがまあ必要になってくるのかなっていうふうに思います。でこういうなんていうのかな、あの苦手なことを後回ししてね、でそれが習慣づいちゃって、で仕事が積もってから言い訳のようにいっぱいいっぱいです、忙しいですとかいう、そういうタイプの人たちっていうのは、そのそれをこう解消していくっていうのは結構大変なことだと思います。あのある程度年季が入っちゃってるんじゃないかと思うんですね。だからそういうものに対応するためには、まあ、そのご家族の方だったらね、そのこの習慣を直すために3ヶ月だ3年だって覚悟しやすいのかもしれない。で部下を抱えた上司の方だったらやっぱそういうふうに考えなきゃいけないのかもしれない。これ結構根っこの深い問題だと考えた方がいいと思います。よくまあそういった後回しにしちゃって仕事が溜まってしまう、仕事の整理がつかない人ですね。それから部屋の片付けができない、物の整理がつかない人ですね。そういう人いるわけですよ。そのこまめにこまめに今やれることをパッパッパッてやっとけばいいじゃないかと、要領よくそうやってやればいいじゃないか、そうじゃなくてどんどん溜め込んじゃって後回しにしちゃって、それが仕事のまあ乱れになったり、部屋の乱れになったり、いろんなものの乱れになる、これは結構根深い問題の恐れがあるということです。だからそれを考えたらやっぱ少し長期戦になるなと考えないといけないと思います。ですからこの質問は全くの皆さんのまあ上下関係のないっていうのかな、同僚に関しての話で、なんか一言二言アドバイスすれば治らないかなって思ってるとすると、私の考えとしてはなかなかそれは無理だなと。例えばあのご家族でお子さんに対してどうだとか、その上司でその監督権限があって部下をどうするかと、そういう立場であれば長期戦を確保してやっていけばいいと思うんですけど、ちょっと一言二言言うだけでですね、ちょっと変わっていくかっていうことになると、そのまあ少なからずですね、難しいかなと思います。でまあそういう場合には、そのなんていうかな、あの本人がですね、基本的にその問題を受け止めるってことは、問題として受け止めて直そうとしてるかどうかっていうのが問題だ。本人はまだ問題として受け止めておらず、そして大変になった時に、いや大変そうに振る舞って言い訳してるだけで、後回しにする習慣っていうのを本当に直そうとしてないならば、それをまず理解しないといけないと思います。でまあ上司の方だとだんだんイラついてくるかもしれないし、家族だとイラついてくるかもしれないし、単なる同僚だったら、同僚でも同じ仕事場でやってるんだとイラついてくるかもしれませんけど、まあイラついても焦ってもですね、そのなかなかこうすぐに変わるもんじゃないので、まあこちらの方がイライラせずに焦らずにですね、相手をこう受け止めながらこう前導していく心構えは必要になってくるかなってまあ思いますね。まああのまあ簡単に言うとですね、これ結構大きい問題ですから、しっかりと自分で関与しないんであれば肩の力抜いて見守るぐらいでいいと思います。うん、
で、その時に自分が一言アドバイスしたのに全く効果がなかったってことでめげずにですね、効果がない方が当たり前だと思って、本人が本当に変わろうとしたらできるけど、自分が一言二言アドバイスしたぐらいで変わるような問題じゃないから、まず自分はアドバイスしながらもその結果がですね、あんまり出ないことを予期して、後でなんかあれだけ言ってあげたのになんて思わないようにして、しばらく長期的な視点から見守ってあげるってことだと思います。まあ普通だったら、とはなくて、あなたがもう直接的にその人を指導する立場である、家族とかまた上長であったりして、それをであったりすればですね、それはやっぱりそのかなりしっかりとした取り組みをしないと急には良くならないかなと。まあ簡単に言うと、早く物事をテキパキするやることの喜びっていうんですかね、それが少なくって、後回しにすることのその快感快楽の方が優先になっちゃってるわけです。ですが何らかの形でですね、ピッピッとこうやることをこう学ばせて、それによって何て言うのかな、それを喜びにしていかなきゃいけないね。まあ、人をそうやって育てる場合には、その育て手として非常に優れていたとされるのが、あれですね、山本五十六という人物ですね。第二次世界大戦に戦死しましたけど、その山本五十六元帥ですけど、まあ人を育てるにはまず自分がやってみせないとダメだ、で一緒にやってみないとダメだ、やったらこれ褒めてやらなきゃダメだ、そうじゃなかったら人は育たん。まあ友人知人の立場でですね、そんなことまでやるのはめんどくさいわ、俺がちゃんと正しいこと言ってんだから、そのためのアドバイス上位代がありませんかっていう感じだかもしれませんけど、なかなかできない人ができるようになるためには、そのじゃあテキパキとやるってどういうことなのって分かんないんだから、あなたが変わってその人の立場に立ったらこういうふうにやればいいでしょうっていうふうにサンプルを提供してあって、その人にこう何て学習してもらう、あどうやったらその何て言うのかな、そのテキパキとやることなんだろう、つまり一緒にやってあげて、一緒にやってあげて、できた時には褒めて、後回しにせずにパッとやれること、これが嬉しいことなんだっていう新たな経験させてあげないとダメでしょっていうのが山本五十六さんの考え方ですね。で彼の元でいろんな人は育ったらしいです。ただ山本五十六元帥はその戦略知略においてはあまり優れてないと言われてて、第二次世界大戦ですけどね、まあ、あのミッドウェーを機会にその後日本海軍というのは五十六氏の指導の下で、まあ、残念ながら勝利する方向にはいかず、最後は彼は撃墜されて死亡したということなんですけども、しかしまあ人を育てるって面においてはどんな能力を身につけなきゃいけないかっていうのは別にして、まあ、育てるっていう面においては評判の高かった人なんですね。まあ簡単に言うと、要するにこういうアドバイスしたらこう言うこと聞いてくれるんじゃないかっていう浅い思いでですね、結構長い習慣でその良くない習慣がついてる人ですか、まあそれに対応してもなかなか期待通りにならないってということです。ですから、まあ、まとめるとですね、第一に本人がそれを問題として受け入れて直そうとしようとしてんのか、それとも行動を見ると、簡単に言うとそれで批判されることに備えて言い訳はしたりするけど、基本的にはまだ後回し後回し、これを欲求欲望してるか、これはよく考える必要があると。でそういった根の深さっていうのを測る必要があると思います。それが浅ければアドバイスちょっとすればもう治ってるし、そういう場合にはこういう質問がまずないんじゃないかと私は思うんですね。2つ目に、あなたがその人をしっかりと監督指導する立場であるならば、あるかないかですね。単なる平行の友人とか知人で一言二言アドバイスすれば変わるんじゃないかって期待を抱くのはちょっと危険なんで、その場合は見守ることに徹した方がいいと思います。見守りながらですね、その人が本当に変わりたいと思った時に渡りの船でそれを手伝ってあげるっていう方法だと思いますね。でそれまでは見守っていくということです。焦らず見守るってことです。でこれがですね、その家族とか上長の人でも必要な場合あると思いますが、家族や上長のようにですね、より深くその人に介入できるんであれば、共に問題を解決してあげて、解決する喜びっていうのを経験させてやるみたいな、そういった取り組み、これがもう非常に重要になってくるってことですね。まあとにかくその人はその後回しにすることがその先にやることよりも喜びになっちゃって、そういう心や体になっちゃって、そういう習慣がついてるわけです。
まあ簡単に言うとその後回し中毒ですね。お酒とかアルコール、それからあの薬物に中毒になるように、客観的に言うとそれはその時はいいけど目先はその後はだんだん自分を不幸にしたりする、心身を不健康にする、いろんな意味で不幸になるにもかかわらずそれを手放せないっていう依存症っていうか中毒ですね、後回し依存症みたいになっちゃって、でそれをなくすためにはですね、そのパートナー、これが大体必要ですよね。薬物中毒、アルコール中毒を断つときにどうするかって、一人じゃできないから、対話するパートナー、相談するパートナー、支えてくるパートナーですね。例えばあれじゃないですか、そのこの前清原さんね、その薬物に陥ってその後こうそのパートナーの人とカウンセラーの人と何かあったら電話してね、そうやって立ち直っていった。まあそういった自分のなんか欲求の傾向、体質をこう変えていくための支えとなる人とタッグ組んでいくっていうことが必要になってくるんで、そういうふうな立場にあればそれをしっかりと焦らずにその長期間確保してやっていく、その方が早く変わると思う。まあだから問題の深刻度やあなたとその人の立場の関係によってですね、あの対応法が変わってくる。まずはそんなに簡単な問題じゃない、本人が変わろうとしてない、本人はやっぱり変わらない方がいいと無意識的には思ってるんじゃないか。そしてそういった場合、見守るっていう姿勢と、それからしっかりと共に取り組んでいくっていう介入の姿勢とあるけども、あなたの立場や覚悟それぞれによってまあ選択していけばいいかなと思います。ちょっとなんかヘビーな質問になっちゃったんですけど、あのこういうこの質問すごく多いって言われてるから、多くの方が悩んでるんだと、多くの方が悩んでるってことはなかなか治らないんだと思う。でそういうもんだと思うんです。そういったあの人格の傾向ですね、これがちょっと激しくなってくると社会適応不全と、それとか場合によっては発達障害というふうな表現が取れる症状になるじゃないですか。で今これがまあアミちゃん流行ってるっていうのかな、流行ってるっていうか、そういうのが多くなったっていうことじゃないかと思います。いやもしかすると昔から明治も昭和もあったのかもしれないけど、この平成それから今の令和という高度に資本主義的な、高度に効率性を求める、そういった社会においては、その1日24時間一部も不効率に動いてもらっちゃ困ると。江戸時代なんか1日3時間とか4時間としか仕事しなかったって、そしたら後回しにしてても、まあ明日までにやっといてくれよ、そのうちなんかで全部社会が成り立ったのかもしれませんけど、今の社会そうじゃないですよね。で非常にこう効率を重視してスピーディーにいろんなものを解決しなくちゃいけない、そういった企業とかそういった集団、これが多いと思うんで、それで出てきた問題なのかもしれません。近年増えてきた発達障害なのか、それとも近代社会が現代社会を浮き彫りにしている、現代社会の性質がそれを問題にせざるを得なくなったのか、ちょっと私分かんないんですけど、多分両方だと思います。でもまあ、一つ重要なご質問だと思って、まあ、お答えしました。付き添う側からするとですね、簡単に言うと、その人は自分の問題をまだ受け入れて本当に変えようとしてないということを考えるか、受け入れてないです。で受け入れてないその人を周りの人が受け入れることがまず第一になってくる可能性があると思いますね。でその場合焦りとか怒りを抑えながら、まあ、気長にやっていくっていうことであります。まあもちろんですね、叱咤しなきゃいけない時もありますから、怒るなとか言ってるわけじゃありません、それは叱咤も必要だろうし、のんべんだらりやってたら変わる速度も遅れるってことはあるとは思います。ただ関係が薄いのに自分のアドバイス聞かなかったらって怒ったって、それは相手にとってはまあなんか単純に嫌われたとしか思いませんから、それもままいかないので、その問題を受け入れて直そうとまだしてないその人を、それを直そうとする人はまず最初その人こそ受け入れて、で長期戦に臨むっていうことを言ったらいいでしょうか。これは受け入れの問題ということ。はい。